ハンダ協定場はかつて愛知県ハンダ市のハンダ港付近にあった協定場である。同施設は1953年3月25日に愛知県内では最初に東海地方では津協定場に次いで2番目の協定場としてオープンした。ところがそのわずか4ヶ月後にハンダ市と至近距離に位置する隣接の常名市に常名協定場が開設され、 強豪状態となった。しかし、伊勢湾台風の影響で、選手控室を除くすべての施設の損壊と、書類、器具の流出という復旧不能の被害を受けた。この台風により、全市域が壊滅的な被害を受けたハンダ市は、モーターボート事業は大きな財源であるが、それより現在は、復興が最優先としたことに加え、協定上の所在地が、 ハンダの高校にあり、木ヌ構造成を阻害してしまうこと、さらに前日のように、至近距離には、床波協定場が所在しており、ハンダ協定場を廃止しても影響が少ないと判断。台風被害の発生した1959年9月26日付で、閉鎖、1964年3月31日付で、正式に廃止された。 ハンダは単独でのレース開催ができなくなったが、試行権そのものは保持しており、1964年7月より、床波協定場で開催されている一部レースの開催を行っている。ありがとうございます。